若者会議とは、ここ長野県小布施町に日本全国から大勢の若者が集まって、答えのない問いに対して3日間じっくり議論をする、そういった場です。でこの中から新しい価値観とか、もしかしたら日本を変えるかもしれない、そういう価値観というものを生み出していこうという非常に挑戦的な取り組みになっています。田んぼの中で生活するとかまずなかった。だから今日小布施の朝食で色ぞりという野菜を食べれたこととかは多分人生で初めてなんじゃないかなっていうぐらいの23日でもう本当にいろんな人がいて、もう俺が一番日本で頭いいとか言ってるやつもいて、もう本当いろんな価値観の中で頭の中ごちゃ混ぜなんですけど、でもクソ楽しくて、もうずっとやってたい。もう全国からいろんなバックグラウンドを持った人が参加して、本当にもう昨日なんて本当に寝ないでオールナイトで議論したりして、本当にいろんな人の意見が聞けて自分もためになりました。本当に同じような考え方を持った人たちがこんなに集まって、で本気になって物事考えてる、なんかそういう風なのって結局すごい貴重な体験だなと。会社以外でお金も何も関係ないのにこうやってみんなで一緒にやるのっていうのはすごい楽しいな。ただとにかく自分が知らないことがこんなに多いんだとか、もう発見だらけ毎日発見だらけでした。